新藤誠一は日本のミュージシャン、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー。ポルノグラフィティとザ野党のギタリストとして活動中。デビュー時のアーティスト名は春一。妻は女優の長谷川京子。世界的ギターメーカーであるギブソンとのエンドースメント契約をしていた。現在はフェンダーと契約している。約60本ものギターを所有している。 特に1960年製のレスポール1957年製の黒テレキャスターは振動のトレードマークであり前者は説得力のある音楽的な音がする後者は上手に弾かないとならないことからレコーディングやライブのメインギターとして多用されてきた2017年頃からは1962年製テレキャスター2018年頃からは ジミー・ウォレスの V タイプの使用頻度が増し、共に現在のメインギターとなっている。デビュー初期から2007年頃までトリオ DC-30、DC JCMK をライブで使用していた。現在はオールド系マーシャルと DC-30 の組み合わせをメインとしている。一方でケンパー等のアンプシミュレーターをサブとして併用しており、モデリングの可能性についても模索している。 ありがとうございます。